実際なかなかチャボね、そのまあチャボとね、はい、もう二十歳ぐらい違うやつとさ、うん、こういうことがジャムれると思ってないでしょ。確かにね、勝手に育ってるよね、うん、勝手に育ってる。でもさ、そう思うと自分たちが信じたものっつうのは、うん、時間を超えて、うん、やっぱいいもんはいい、いいもんはいいっていうかね、うん、まあ、いいか悪いかともあれね、すごいよね。ジェニス少年、ジェニス少年なんかに引っかかったんだよ、だからね、うん、きっとね。でもみんなそうなんだよ、うん、入り口は全然みんな違うはずなんだよ。最初からブルースなわけがないっていうか、いね、なむしろ分かんないもんね、うん、分からなかったね、最初聞いた時に、うん、そう、うん、だそんな、だってましてね、ロバート・ジョンソンなんて、うん、俺たちだって聞いたことないもん。あ、だそうだよね、うん、よっぽど中央線沿線のめちゃくちゃ詳しい親父とかいた、聞く、ね、減るから嫌なんだよねみたいな。でもさっきほれ正義があのクロスロードの映画の話してたやんか、はい、そういうのでクリーム聞いてる時点では、うん、ウィリー・ブラウンって誰か分からへんかった。 あの映画見て、あ、ね、ウィリー・ブラウンってそうか、うん、こういうおっさんやって、なるほど、ね、初めて分かる、歌詞出てくるね、うん、そう、確かにすごいすごい。ある種やっぱり日常みたいなものを歌ってるのがブルースじゃない、うん、でもそこがなんかこう本当は言いたいことが言えないから歌にしたっていう感じがすごいいっぱいある時代だと思う。すごくあるよね、うん、それ今言ったことはとってもあると思う、ね、でもそこが実はすごくおしゃれ、うん、おしゃれ、うん、な気がするのね、うん、それをなんかただブツブツ日記に書いてね、うん、終わるか、うんうん、歌にそうか堂々とこうね、人前でやってやろうかっていう、うんうん、単なるぼやきに終わってしまうもんね。普通はね、もう頭の中でこんな人生で終わるんじゃねえよ。で今竹中が言ってることはもしかしたらその歌ってあのめちゃくちゃ意味合いだよね、きっと。そのそういうブツブツ、あの小言を、うん、なんかこう曲に昇華させるとか、そうそう、でそれでまた人に伝わって、でもストレートじゃないじゃん言葉って、うん、山崎アホってアホやけど山崎アホってやつをほんまですかっていけるじゃん、ほんまでかいほんまでかいみたいな、断定されて嬉しいとかさ断定アホちゃうかとか、いやその音の響きとかね、そう、まあ、いや本当にそれはそういうことあるよ、だからそれがやっぱりほら俺平和にしてるかなって、同時にこうやって歌い継がれるっていうのは、まあ、それはみんな向こうのアーティストが言ってることだけども、うんうん、まさかその50年代60年代にさこういうものがね、21世紀2010年だよ、ね、そうっすよねこんな真空管のアンプ使ってさこんなアナログなものでさもっとやることあるだろうと思うんだよこうやってなんかね、でもそこはやっぱり進化しなかったっていうのはもっと深いものがあったんだね、きっと。そうですね、必要なかったんだね、まあ、残ってるっていうのが、うん、でちょっとアコースティック持ち帰りましょうか、この際、みんなうちではやっぱりアコースティック弾いてるよね。そうですね、うん、もう一番多いですねやっぱり、うん、絶対弾いてるタイプ、あ、そうですね、でそんな数ないんですけど、あ、家には、うん、俺も一本しか持ってないの、それもガットギターほんま、うん、ナイロン、ナイロン、ナイロン、でも それはなんとなく浮かぶ、うん、そっちの方がなんか嫌じゃない、ジャカジャカしない、うん、ジャカジャカっていうか、山崎のアコースティックのなんか大きいと思う、大きいよね、うん、こういったちみんなギターの雑誌とか見るけど、さギタリストだから山崎貢献フォークじゃないんだよ、ああそう、いわゆる我々が知ってるようなね、そうそうそう、だからそのプロテスタント的な、そのあプロテスタントじゃない、そのなんかプロテストそう、プロテスト的なものと違って、うん、今のこのやっぱ日常みたいな、うん、それはもう本当斬新なんだよ、うん、きっと。でコード進行なんかもちょっと生意気なぐらい困っちゃくれたことをやって俺みたいに4つしか知らないんじゃなくてこいつ8つぐらい知ってるから生意気、うん、いやでもそうだよね、山ちゃんのそのアコースティック貢献度、そうですね、すごいですね、あの、うん、やっぱこう そういうやっぱり僕よりも一回り以上上の人が、うん、そのなんかまだ
可能性があるっていうふうにこう思ってくれたんで、そのうまいことそういうことにはまあ貢献というか協力できるというか、たまたまそういうスタイルだし、やっぱり俺がガキの頃っていうのは背伸びしてそういう先輩のところに挑戦状を叩きつけてでも入って一緒にそうする以外相手が一緒にやろうよって言ってくれることはありえない。ああ、それもすごいけどね。今思うと君は俺の方がうまいから引かせてお兄さんそれ本当にやってんだから中学生の時に。だからまあそういうギター戦国時代だよ。それから道場破り、うん、お兄さん俺の方が名乗れみたいな道場破りやな。すごいよそれ、ね、お兄さん俺の方がうまいんだよみたいな。まして関西で一体どういうことが起きてるのか全く知らない時代ね。そうだよね、うん、そうだよね。本当に著名なね人のフォークだとかロックがいたのは知ってたけども、あと全くわからないし、ね、誰も有名にならないし俺せやけど一つだけ東京 関東っていうか、まあ東京やな、あれ羨ましいなと思ったのは FEM っていうの。ああ、ああ、ああ、ああいうのないの。ない、基地がないから。基地が、あ、そうか、まあ、まあそりゃそうだね。そうだから、それが聞けるのは羨ましいなとは漠然と思ってたな。うん、それは大きいかもね。 FEA の大きいよね、うん、いやと思う。それしか聞いてなかったもん。山口も受けるもんな。FEN、岩国があるから新中軍の、うん、一応そういう基地はありましたね、うん、いや聞けるやろ範囲は。君んちは聞けなかった。僕のとこ入ってこなかった。それよりも北朝鮮とかの放送が聞こえる。夜中の放送それは生ハムにいたらハムにだって、うん、そんなんばかり聞けるまあ入ってきそうな、まあ立地ではあるよね。そうか、関西はそういう。そうそう、だから東京とか来た時にあれ例えば泊まるホテルとかでもラジオ、ホテルのラジオで結構楽しみに聞いてたもんね。 FEA の普通でやったでしょ、うん、だからもうそれで育てたね。すごい聞く、聞いた、ね、レコード買えないから、うん、そうだよね。 そう、うん、それをカセットに撮って、うん、しかもこうラジオから流れたのがやっぱり、うん、ね、想像力がすごい。すごいよな、ね、自分のチョイスじゃなくて、うん、あ流れたみたいなボリューム上げたりとか、うんうん、で英語だからねっていうか分かんないから、どのバンドだか名前も分かんないんだよね、うん、でももう一緒にこうやって聞くじゃん。レコードがいてダダンダダンって口で言っても出てくる、これないっすかみたいな、ザカ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 ジャンから始まるやつとかそれは竹中すごいロマンチックな話だよな、その、うん、よく考えると。そうだよ、おじさんそうじゃなくてダダンダダンの曲なんだよ、これ大坊やとかね、頭文字も分かんないよ、分かんないみたいなダダンダダンダダンダハーモニカのソロが入ってる曲なんだけどさ、夜中の3時からやってる人の番組のクロージングテーマなんだよ、うん、とかね。じゃあ今日聞くわとか言ってそれは JYS バンドだったんだけど、ああ、うん、なかなか未だにタイトル覚えられないけど、バラバラダーッとドタパーカ展開のことに使ったあったあったバラバラダッパテーマソングな。そう、あったあった、そう、本当あったあった。女の人でメイリーターナーって人がやってた、もう一番もう絶対にそれこそベストヒットなんともないし、そのない時代に今アメリカで一番流行ってるっていうのを、それも全然メジャーじゃないじゃん。俺意外とイギリスのものはしたけどアメリカって知らなかったの。ああそっか、すごいでもね、それで。そういうこうまあラジオからそうやってもうビジュアルで育ってきて、まあ今はもうネットで。そうですね、はあ、ね、うん、なんか音楽を聴くというよりかはもう音楽を携帯するという時代じゃない、はい、個人じゃない、うん、空気を伝わらないでそうですね、うんうん、これね平気で高校1年の時に、うん、それでは自己紹介しなさいって入って、あの竹中ですと、趣味は音楽鑑賞だ、ね、今死後だよね切手収集、そう、あったな、切手収集だよな音楽鑑賞ってすごいね。